マラシュティ級駆逐艦は、ルーマニア海軍の駆逐艦である。第一次世界大戦前のルーマニア王国海軍は、基本的に沿岸の警備と防衛が主任務であり、小規模の海上兵力を保有していた。しかし低い工業力と財政難も、相まって、旧式巡洋艦1隻、同じく旧式のナルカ給水雷艇3隻、加えて若干の川用モニター艦しか保有していなかった。 1913年、ルーマニアは、新型駆逐艦4隻をイタリアにあるナポリのパティソン社へ発注した。4隻は、それぞれビフォール、ビスコル、ブルテージュ、ビジェリエと命名されていた。ところが第一次世界大戦勃発後の1915年、イタリア海軍が建造中である4隻を接収し、それぞれアクイラ、ファルコ、ニッピオ、スパルビエロと改名した。 同時期のイタリア駆逐艦より大型で、大口径手法を装備していたことから、イタリア海軍は4隻を、アクイラ級系偵察艦として類別し、運用を行った。対戦後の1920年に、ルーマニア海軍は4隻中2隻を再取得することに、成功し、ニッピオとスパルビエロがそれぞれマラシティ、マラシェシティと再解明されて、ルーマニア海軍に返還された。しかし、 残る2隻はそのまま、イタリア海軍で運用され1937年に、スペインへ売却された。春工時は、アームストロング社製1899年式 152mm 単装砲を、環境前に並列式で2門、観光部に1門の合わせて3門を搭載していた。副砲としても、同様に、アームストロング社製の 76.2mm 単装砲を4門、装備していた。 なお魚雷は四百五十七ミリメートル連装魚雷発射艦を二機装備していたが、完備煙突工法の艦板にも装備可能な空所が残っていた。九百二十五年から九百二十六年には、イタリアにて大改装が実施され、百五十二ミリメートル砲をすべて撤去し、シュナイダーカネーアー,アームストロング射精 m 九百十八一万九千百二十ミリメートル砲を 連想法として、完全後に一機ずつ、同炭装法を艦中央に一機装備した。また合わせて、5艦パンの 76.2mm 砲を2門撤去、している。1939年には再度改装が実施され、艦中央の 120mm 炭装法を撤去して、落ちキス射性 13.2mm 連装機銃を、搭載、合わせて、 残りの 76.2mm 砲2門を撤去し、ラインメダル射程 37mm 単装砲2機を装備した。加えて爆雷も搭載し、イタリア式爆雷投射機も1機装備した。大戦中は 20mm 単装機14門を艦尾と環境ウイングに搭載し、37mm 砲も4門に強化している。都市式直結式タービンを採用し、 マラシェシティのオヤケミでは48,020馬力で38.04ノットという高速を記録した。その後のオヤケミでは40ノットを超えたという、第二次世界大戦時には旧式ながらも有効な戦力を持っており、レジェール・フェルディナンド級駆逐艦2隻と共に駆逐艦隊を編成した。しかし、赤色海軍国会艦隊への積極的な構成に、 運用されず、主にボスポラスからコンスタンザ、そこからクリミア間を行き来する戦団の護衛任務に従事した。加えて、自国沖及びソ連沿岸部の機雷施設にも携わっている。1941年から1942年には、マラシェシティが手機の動力カバーを破損し、以後最高速度が22ノットまで低下したが、 そのまま任務を続行し1943年にはコンスタンツァからセバストポリの護衛を務めた。なお、同年7月7日にはマラシエシティがソ連潜水艦 M31 を撃沈している。1944年春にはクリミアで包囲された数軸軍への物資補給護衛に就いたが4月にマラシティが座礁した際両原軸に大きな損傷を受け行動不能となり、 以後終戦までコンスタンツァから動くことができなかった。マラシェシティは引き続き任務に当たったものの、同年8月20日にコンスタンツァにてソ連空軍の空襲により損傷した。さらにこの3日後にはルーマニアが休戦、その翌日には数軸国へ宣戦線布告を行うこととなった。その後8月30日に拠点としていたコンスタンツァに、 進行してきた赤軍によって捕獲された。9月14日にルーマニアが降伏すると、マラシティ級は戦利艦として正式にソ連の所有物となり、赤色海軍国会艦隊に編入された。艦名はロシア語の名称に改められ、マラシティはローフキー、マラシ,シティはリョフキーとなった。両艦は1946年にルーマニアに返還された。 その再感名は、それぞれ D11、D12 に再解明された。その後は旧式艦となっていたため練習艦として用いられ、1963年に予備艦となり、スクラップとなった。テンプレート、マラシュティ旧駆逐艦。ありがとうございます。